工場院月見堂交際院と工場院は、平安時代初期に、最長が東山道の三坂峠の東西の麓に建てたと伝わる伏せ屋。東国京家の折に、江奈さんの三坂峠のあまりに物急瞬さに驚かれ、旅人の便宜を図るために、美野川に交際院を、品野川に工場院を作ったとされる。最高2年の国会に、恵名郡坂本駅は、 信濃国八駅と愛さること七十四里雲山上住し、道遠くして坂高し、星を耐いて、早く発するも夜を犯して、遅く至る。一駅の子供なを数駅に映える。駅誌の不活音に低層に苦しみ、サムブシの中には、道にて死する者、王子とある。美濃川に作られた交際院については、作られたことについては、記述があるものの、その位置がはっきりせず、 そのために、三坂峠から、同じ距離になる位置に、比叡山延暦寺の手によって、特別養護老人ホーム、交際寮と衝動が建てられ、比叡山延暦寺の飛び地となっている。安ずま窓火寺には、上京元年に、三坂峠にあった、薬師堂で祀られていた、薬師如来を寺に移している。伝説によれば、公認5年、伝行大師が彫刻したと伝わる。 伝説の真偽は別として、薬師如来像は平安時代の作であり、大正十四年、当時の古社寺保存法に基づく、旧国法に指定された。品野川に作られた工場院については、長野県下稲郡八村の名称であるその原の、月見堂がその跡地であると否定されている。なお、見出しの通りの行きから、工場院近辺は最近、品野叡として整備されている。 平成17年10月23日に、ナの比叡本堂にて、ガラン完成に伴う海岸法要が営まれた。千日解放行達成の行者により、本山の延暦寺根本中堂より分島した、不滅の宝刀を、元山同様に久しく燃え続けることを祈願し、新州比叡根本中堂にも灯された。交際院に関するカテゴリー、工場院に関するカテゴリー、 ありがとうございます。